はい。マスクのプロットの活用について、免許改善コースであります。これは高電圧工学の授業で作ったマスクのグラフなんですけども、この、なんか、導電線みたいなのが書いてあるところと、赤い点々のグリッドが書いてあるというところがあって、これ2つのグラフを重ね合わせて、両方とも書いたように見せてます。ということで、他の絵とかグラフとかをこうやってスーパーインポーズして、透明にしとけば重ね合わせることができるというのが一つのテクニックであります。もう一つのテクニックは、なんなんというのを使うと、XY1、XY、これ順番に線を引っ張っていくときに、点の座標をこれだんだん変えてるんですけども、こう、なんなんっていうのを入れると、一旦消すことができると。いうんで、こことここの間は繋がらないということです。そうでないと、一筆書きペンにどんどん繋いでしまうというときの作戦です。で、その点の座標をどんどん積み立てていくのが、スタックという関数です。あとは、もう一個の作戦として、プログラミングというのがあります。これを最後に紹介したいと思います。はい。マスクのプログラミングについて紹介します。数式タブのシンボリックなところの2つ横に、プログラムがあって、なんとマスクのプログラムはたったの2、4、6、12個のコマンドしかありません。プログラムの領域を表す代入とかもあるので、if とか for で、たったの10個だけです。この10個で全てのプログラムを書くことができます。もちろん、組み込み関数では700のサイン、コサインなんていうものも使うことができます。で、どんなことができるかということで、このグリッド線をプログラムで作る。それから周期関数をプログラムで作る。だいたいこんなぐらいの長さです。グリッド線をプログラムで作ったんですけども、そのプログラムはこの、ドキュメントの中のエリアというので、見え消ししてあります。で、まあ、こんなようなおでんの形を回転させたいというような、いろんな関数があるんですけども、その関数にもの元となる形を与えるときにプログラムを使ったりします。またプログラムについてはいろいろと解説を加えていきます。はい、以上。